現在の両陛下が手をつないでいるところ、皆さんは見たことがありますか？上皇様と美智子様は手をおつなぎになられているのを拝見しますが、成人様と雅子様の手つなぎショットは拝見したことがないのではないでしょうか。皇室カメラマンが足場の悪いところで、ここなら手を差し出されるかもと何度も狙ったそうですが、お二人が手を触れ合う写真は未だに撮れないそう。そんなカメラマンの方が唯一撮れた瞬間というのが、飛行機のタラップを上がるときに陛下が雅子様の腕に手を添えられた場面。また仲睦まじいお二人の様子を捉えたこんな場面も。同じ99年の2月に北海道でネイチャースキーを楽しまれた時のこと、転びそうになった雅子様を陛下が後ろから抱きかかえられたそうです。周りに誰もいなかったこともあってか、とっさに雅子様を助けられた陛下。シャイな陛下の優しさと男らしさを垣間見れた瞬間でした。いつか両陛下の手つなぎショットが見れる日を願って、今日はこちらの映像でほのぼのしましょう。